これが男子更衣室。何このポスター。こっちは女子更衣室のドアだ。僕じゃロックを外せないから入れないな。じゃあそっちで事件が起きた場合はちょっとよくわからん感じになるね。藤崎さんはプールに行ってみた？ううん、水着は着たくないから。まあ確かに水着姿になるようなキャラでもなさそうだけど。でも水着姿になるキャラってなんだ。キャラ関係ねえやろ水着になるの。泳ぐ時にはなるし。でもさ、ここの更衣室にはトレーニング機器が揃ってるらしいんだよね。それは使ってみたいかも。ちょっと体鍛えたいし。マジでそっちこそキャラじゃなさそうだな。なんか体を鍛える。藤崎さんは？なんだか意外だね、うん、だけど更衣室に入るのはちょっと勇気がなくって。更衣室に入りたくないってこと？入りたくないっていうか、そのこの子男の子やろ。私最初から思いよるけど。なんだかよくわからないけど更衣室が苦手なのか。更衣室が苦手ってのも意味不明だけど、やけん学校側ってかモノクマ側は多分確率に把握してるわけやん。やけん男子更衣室に入らんといかんってことよね、ここは。え、だってさ、これ声出しよる人も男の人よね。私ずっと男の人がなんか声裏返した感じで出しよるんやろうなって思ったんやけど、違うんかな。そこちょっと女性やったら失礼やけど。でもそんな感じの声やなって思いよった。見た目は女の子なんやけどね、声だけ違和感って感じ。更衣室の奥にねプールがあるんだよ。結構綺麗で広くて泳ぎやすそうだったよ。はぁ、うずうず通り越してムズムズしてきた。いや、ムカムカしてきた。それは違うやろ。なんで怒るんだよ。泳ぎできな。2階が開放され生活空間も広がって、プールのような運動施設も使用可能となり、これで学園生活がより快適になりましたわね。でも生活空間、んー、まあでもそっか、教室とかあるけど勉強させられるわけじゃないけん、どこも自由に過ごす空間なんか。お分かりですか。学園生活がこのように発展していくのならば、玉の学級裁判も悪くないかもしれません。それはたまに事件が起こるということだけどな。ね、何もなく学級裁判だけ起こることはないだろうからな。監視カメラ、こんなところも監視対象ってわけか。でもさすがにあれやろ、更衣室の中はないやろ。トイレとかがないようにさ。お、入れる。おお、これが男子更衣室。何このポスター。誰、ポスターだ。一応ここも学校内なのにこういうの貼っちゃっていいのかな。いいんじゃね、モノクマ側が用意したんだろうから。これで口か。え、更衣室内にもあるんですけど。あるんですけど。こんな監視カメラで見られる生活が一体いつまで続くんだよ。まあ出るまでだよね。まあその出るのがいつだって話やけど。外の情報に飢えている。ここでテレビでも見られればな。そっか、テレビを見ることすらできんのか。え、確かにね、スマホとかはわかるよ。外と連絡が取れてしまうけん。ただ外から一方的な情報だけやったらいいと思うんやけどな。やっぱそこも都合が悪いんかな。外からの情報が見えてしまったら何かしらモノクマたちにと都合の悪いことがきっとあるんやわ。なんやろ、中との情報のズレとか。あ、出口じゃなかった。え、広広。あ、そして天井がついて、ちょっともうちょっと開放感が欲しい。だってさ、食堂はさ、窓の外見えとんやけん、よくない？これ、打ち付けられてるところと打ち付けられてないところがあるのなんなんやろうね。食堂の外のやつももしかしてあれ、外の景色みたいな写真が貼られてるだけとか、じゃないよね。なんなんやろう。ロッカー、プールには付き物だよな。ただプールサイドにロッカーはない気がするけどな。更衣室じゃない、あるとすれば。ここでなんか座って授業とかできそうな感じやね。
あとは特に。ここに記録が、これ電子なんかな、自動的に記録される感じ。あとは特になさげ。すごいね、なんかスポーツ選手とかが使いそうな感じ。残りのメンバーはてかの、あとは何が増えたんやろ。とりあえずここはプールやろ。んーで、これはトイレか。黄色い黄色い、めっちゃトイレ用具入れか。意味のあるものなさそうだな。中身が見えないのでちょっと意味があるかないかこっちにはわからないんだけども、でも明るい色の方がいいよね。いやまあ赤とかも明るい色ではあるけど。あ、教室とかも増えたんか。2年生の教室。うわ、赤ちゃんが寝ています。お静かに。どういうこと、誰の赤ちゃん、どこに絵を見る限りではモノクマっぽいけど。なるほど、新しい世界とはこの回のことなんだろうな。詳しく調べてみる必要がありそうだ。あれやね、1階はなんかキリンだとかシマウマだとか動物やったけど、2階もしかして全体的に虫。ここまだ蝶やけんいいけどさ、なんか他の虫やったりするとこあるのかな。めっちゃ嫌なんやけど見て回るのやっぱりここもか。窓には鉄板のようなものが打ち付けられている。お、いろんなとこから出てくるね。違う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 、掛け軸をね調べたかったんだ私。こうした方がいいか。あ、掛け軸調べれんや。監視カメラ、こんなカメラで僕たちを監視しているのか。ついつい時を見上げてしまう。意味ないって知ってるのに。時間がずれていてもわからないし嫌な気分だ。時間全部同じじゃないん、ずれとる感じ。てかさ、一番気になるこの黒板に全く触れさせてくれんねえけどどういうこと。モノクマが映るモニター、今は交渉が浮かんでいるだけだ。これも壊したら罰があるんだろうな。ねえ、江ノ島さんみたいにやられてしまうよ。さあ、そしてちょっと方向が変わったらさ、どこがなんだかよくわからんくなるよね。あ、3階もあるっぽいね。これからまた解放されていくかな。こっちは何もない、突き当たりか。うわー、なんかこういう空間がこういう赤い色とかめっちゃ嫌。お、図書室、え、本ある。おー、え、これだいぶ娯楽増えたんじゃないね。え、めっちゃいいやん。テレビはないけど。ここ、埃っぽいわね。照明も暗い。図書室なのに読書に向かない環境だわ。あ、針がないんや、時計。ねえ、これ針抜かれとる。多分、どこもそうってことやろう。何この手紙。埃の積もった棚の上にポツンと手紙が置いてある。この手紙って、希望が峰学園事務局。ええ、随分と埃をかぶっているわね。長いことここに放置されていたようだわ。中を確認してみましょうか。でも勝手にはまずいんだ。そうかしら。読まずに放っておく方がまずいわよ。あ、わかったよ。埃をかぶって手紙の封を開けると、中には一枚の便箋が入っていた。そこに並んだ文字を読み進めていくと、希望が峰学園事務局からのお知らせ。希望が峰学園は長年にわたり、世界に通じる人材の育成に先進してきました。長い歴史を刻む中で、本校は政府特別認可の伝統ある教育機関として、数多くの卒業生を社会に送り出し、今や各界で多数の卒業生が活躍しております。ですが、この度我が希望が峰学園は、その栄光の歴史に一旦幕を下ろすこととなりました。苦渋の決断ではありましたが、深刻な問題の発生により、これを余儀なくされました。
これはその要はいわゆる乗っ取られる前直前ってことかな。しかし希望が峰学園はこれで終わりではありません。近い将来先に述べた問題が改善され次第すぐにでも活動を再開する所存です。最後となりましたが長年にわたりご支援ご助力を賜りました関係者の皆様に心より感謝を申し上げます。なお希望の峰学園の廃止は政府当該機関の認可をもって待って行われることを申し添えます。なんだこれなるほど興味深い内容だ。どうやら希望の峰学園はすでに学校としての役割を終えていたようね。しかもその手紙に積もっていた埃の量からしてつい最近ってわけでもなさそうだ。下手すれば1年以上も前。じゃあ希望が峰学園はそんな前に閉鎖されていた可能性があるってこと？やけんこそまあ乗っ取りというか潜り込めたってことか。この校舎に黒幕は無人と化した希望が峰学園を乗っ取りこの妙な学園生活の舞台を作り上げたのだろう。だけどさつい数日前に僕がここにやってきた時は閉鎖されてるなんてそんな雰囲気はどこにもなかったけど、確かにそうだよね。一番最初それにさ希望が峰学園が閉鎖されてるならその話だってもっと広がってるはずじゃない。しかも閉鎖されたのはつい最近じゃなくて下手すれば1年以上前なんでしょ。でもネットとか見ててもそんな話なんてどこにもなかったのに。つまりそれが黒幕の手ということだ。そうやってこれたちをおびき寄せたんだろう。学園内に処刑場や裁判場を作るようなやつなんだ。何をやったとしても不思議じゃない。まあこの手紙が本物であると仮定すればの話だがな。だけどその手紙が本物だとするとこの学園に関する謎が一つ解けたことになるわよ。学園内に私たち以外の生徒がいない理由はこの学園がすでに閉鎖されていたから。単純かつ明確な答えだな。それとさこれも気にならない？苦渋の決断ではありましたが深刻な問題の発生によりこれを余儀なくされました。しかし希望が峰学園はこれで終わりではありません。近い将来先に述べた問題が改善され次第すぐにでも活動を再開する所存です。ここにある深刻な問題って私的にはそこじゃなくてさすぐにでも活動を再開っていう活動が今のこの状況をやったりするんかなって思ったんやけどそれは違うか。希望が峰学園が閉鎖に追い込まれた理由みたいだけどそれって僕らの目に降りかかっているこの状況と何か関係あるのかな。もし関係あるとしたらこれは相当重要な手がかりになるはずよ。黒幕の目的を探る上でのね。とは言っても現時点ではまだ何とも言えないけど知るのは黒幕のみということか。黒幕の目的、僕らをここに閉じ込めこんなことをさせている目的、それを解き明かせば僕らはここから出られるのだろうか。それともそれともなんだこれはショックです。何が？これだけ本が揃ってるのに僕の書いた漫画がねえじゃねえかと当たり前じゃない。漫画なんて図書室にあるわけないし。漫画図書室にあるよね。え、あったよただし漫画の場合は図書室内でのみ閲覧可能で持ち出しは禁止ってなっとったけど貸し出しもされてなかったし。でも図書室に漫画はあったよ。私の学校にも中学校とかにもあったんじゃないかな。高校もあったし。うん、そもそも同人誌なんて素人の書いたエロ本でしょ。え、同人誌って別にエロありだけじゃなくない？え、違うよね。分かってない。全然分かってない。分かってるわよ。どうせあんたみたいに顔のが描く漫画なんて大したことないに決まってるわ。これ以上の屈辱があろうか。作者の見た目だけで作品の中身を決められるだろうと。何も分かってない。いいか、見た目なら何の意味もないのだ。君が見ているのは僕を包む皮に過ぎないのだ。僕の意味や価値は全て僕の創作物で決定するのだ。最低レベルの演説ね。なじられるのには慣れている。その程度の精神攻撃で僕の HP を削れると思うのよ。この二人完全に怖いな。ある意味似た者同士って感じはするけど。
テンションが違うだけで。しかしこの図書室は実に興味深いな。興味深い。黙れ。なんでもないこっちの話だ。独り言ですか。深尾さんは嬉しいんじゃない？これだけ本があるとさ。別に興味がある本はそんなにないみたいだし。むむ。確かに本がたくさん並んでおりますが、品揃えが良くないようですな。何も分かってない。ラノベも漫画も見当たらねえじゃねえかと。何がラノベよ、何が漫画よ。あんなもの読む価値なんてない。え、でも中学校の図書室にもラノベあったよ。え、なんか私中学校の時の図書室が多分一番好きやった気がする。小中高とあって、まあ、小学校も面白かったんやけど、高校が一番堅苦しいものが多かったかな。で、中学が一番充実しとった。ラノベもあったし、あとなんか相乗りとかもあったよ。しかし福岡冬子殿が得意とする恋愛小説だって、実はラノベにも通じるところが。何なのよ。私の純愛恋愛小説をあんな紙くず同然のものと一緒にしないで。あんなの文章ですらない、単なる文字の集合体よ。全部灰になればいいのよ。またまたそんなこと言って、実はボーイズラブ系を熱望してたり。ボーイズラブやらアニメや漫画や同人誌、そんなものはね、不潔な文化よ。5年後には綺麗に消えている使い捨て文化よ。口にしただけで気持ち悪いわ。なんだか吐きそうよ。小学生の時にさ、表紙だけ見て買ったことがあるんやけど、小説を可愛いと思って買ったやつがボーイズラブやって、ちょっとビビったことがあった。バカにしやがって。この二人これ以上ないほど怖いな。あの二人のバチバチが素晴らしいっすね。棚にはびっしりと本が詰め込まれている。けどそれ以前にこの棚、埃がものすごいな。この図書室は長いことほったらかしになってたみたいだ。超一流の学園なのにずさんな管理、なんだか変だな。んー、まあ先に手紙を読んでしまったけんね、あれなんやけど。なにこれ、パソコン？パソコンあるんやないん、これ。ネットは繋がってないか。これってノートパソコンだよな。結構古い方のノートパソコンみたいだ。しかもかなりホコリをかぶってるし。それは壊れてるわよ。電源を入れても起動しないもの。ネットが繋がってないどころか壊れてた。そっか、壊れてるんだ。これが使えればネットに繋いでいろいろと情報を集められると思ったんだけど、壊れているんじゃ仕方がないか。まあ、情報収集どころか助けだって呼べるやんね、そんなネットが使えるようになったら。とにかくこれで2階に何があるか一通り分かったな。え、こんだけ？マジで？そんなに広がってないやん。それにしてもやっぱり2階にも出口らしきものはないみたいだ。他のみんなの調査結果に期待するしかないか。よし、そろそろ食堂に戻ってみるか。あれって学校エリアだけ？宿舎側にも増えたんかな、行ける場所。諸君、調査お疲れ様だったな。どうだった？新しい発見はあったか？つまり図書室がありましたぞ。よし。プールがあったよ、プール。トレーニング機器が充実した更衣室も。だが結局出入り口らしきものはなかったな。そうだね。なるほど。しょげ返ることはない。僕の大発見を聞きたまえ。成長せよ。なんとこの寄宿舎の1階にある倉庫と大浴場に入れるようになっていたのだ。おー、マジで？え、てか、え、今までお風呂は？あー、そっか、シャワールームがあったあったよね。ん？あったあれ、トイレ？シャワールームか。いいかね。しかも倉庫には食料や医療などの生活必需品が大量に保管されてあった。頭悪いほど大量だぞ。おー、じゃあそこからもう自由に。え、でも一応キッチンには補充されてくるんやろ。でもそれ以外のものもそこに取りに行けるようになったってことか。お菓子とかもあるんかな。部屋に持ち込み OK？ これでいつでも小腹を満たせるということわけだな。はっはっは。よろしいですか？そっか、食堂は閉じられるけど、え、倉庫はもしかして閉じられん？補充もされるんかな。ですが夜時間は出歩き禁止です。それを忘れなく。そっか、夜時間で出歩き自体が禁止やったら、結局食堂はさ、夜時間以外はずっと開放されとんやろ。じゃあ結局一緒か。で、漢字の出口はどうだったんだ？うん、それはだな、
その倉庫には脱出に使えそうなものはなかったのか。いや残念ながら。おいおい、ったくおめえらよ、新しい場所に行けるようになったとかはしゃいでる場合じゃねえだろ。ざけんなこら。俺らは閉じ込められてんだぞ。出口を探せっつうんだよ、出口を。確かにね。まあでもすぐに出れるとは思ってないけん、一応広がった生活空間を。まあまあ、そう目くじら立っても仕方ありませんわ。適用ですわよ、適用。楽しく閉じ込められましょう。ここはずっとあれよね、そんなに出る気もないっていう感じのとこやけんあれやけど、楽しく閉じ込められるってなんだ。アホが言ってろ。とりあえず今後も調査を続け、何か新しい発見があれば随時報告するということで。じゃあ今日はもう解散。そうだわ。すっかりしょげてしまった。そんなに萎縮しなくても。なんだか一気に重い空気になったな。期待させといて裏切る、これが黒幕のやり方なのか。そもそもさ、出口が解放されたかもとかって期待する方がおかしくない？そんな期待せんやろ、普通に。一生ここで暮らしてけって言える相手やのに。